バックストレッチ側6人の選手が枠なりの体勢で入っていきました。ポイントファイナル4日目の攻防は終盤戦予選特賞第10レースを迎えています。第10競争は1号艇浜田有沙、2号艇野田なづき、3号艇鈴木なるみ、4号艇水口由紀、5号艇堀之内清子、6号艇滝沢織根、以上6名の対戦です。スタートまでは1分を切りました。うちは1号艇の浜田、ホームスレッチにボートを移すところ、前半は5着という成績で、得点率は 6.50、 インコースに構えます浜田有沙。そして2号艇野田は前半戦では3着という成績、 5.80 のポイントです。唐津フレッシュルーキー野田、そして3号艇の鈴木、3コースの体勢です。スロー3艇、ダッシュ3艇、後方4号艇水口、4コース角1でスタートまで30秒切りました。5号艇の堀之内チルト3度、後方いっぱいに引っ張りまして5コースの体勢、 7.17 のポイントです。アウトコースが6号艇滝沢で、枠なりスタイルは3対3となりまして、スタートを迎える第10レース、第10競争スタートまで10秒を切りました。スピードが上がります。ダッシュ3艇スピードを乗せて、スロー3艇も起こしていきました。インコースから1番2番3番4番5番6番第10レーススタートしました。先行したのは1コーススタートの1号艇浜田、1周1マーク、そして5号艇堀之内がまくっていく、まくっていってまくり切ったか、1マークを旋回する5号艇の堀之内の攻め、1号艇浜田は残すかどうか、バックストレッチへ出ました。5号艇堀之内まくり切りました。チルト3と先頭トップに立って4艇身のリードを取りました。スタートは正常でした。5号艇堀之内先頭です。1号艇浜田が2番手、あとはアウトコースへ構えた2号艇野田、そのうちは4号艇水口と並んでいる3番手争い、競り合いで2マークを旋回直線に入ります。5号艇堀之内先頭、1号艇浜田が2番手、外2号艇野田、3番手争い競り勝ってリードを取ります。5番1番2番5番1番2番の順で直線コースから2周第1段マークの旋回です。5号艇堀之内先頭、2番手は1号艇の浜田、そして2号艇野田、ちょっとキャビテーションか、3号艇鈴木追い抜きを仕掛ける、内からは4号艇水口となります。がぜん3番手争いは大接戦になりました。後方で6号艇滝沢という体制になりまして、3艇の3番手争いで2周第2段マークの攻防です。5号艇堀之内、1号艇浜田、この両選手は抜け出して2マーク旋回、その後ろはどうか、4号艇水口か、外からは2号艇野田が回る、内は3号艇鈴木、接戦の3番手争いでラスト1周、先頭2番手を差少し詰まっています。5号艇堀之内、1号艇浜田、この差が4艇身くらいになりました。後ろ3番手争い激戦続いて、前を抑えた4号艇の水口、内からは3号艇鈴木、2号艇野田が、この両選手の中を狙ってバックスレッチへ出る。3番手争い接戦ですが、先頭2番手は5号艇堀之内、1号艇浜田、差が5艇身と広がりました。3番手争い、内から2号艇野田、外は4号艇の水口、両選手が並んでいます。ラストターンマークの旋回、5号艇堀之内、1号艇浜田、1、2番手折り返してゴール前、そして2号艇の野田が回る、3番手4号艇水口の差し、ゴール前直線コース届いてくるか、接戦だ。5号艇堀之内1着、1号艇浜田が2着、3着争いどうか、並んでいる、ほとんど同時です。4号艇水口が内、2号艇の野田が外、両選手は接戦ゴールになりました。